フランツゲルハルト・フォン・キューゲルゲンは、ドイツの画家。肖像画や歴史画で知られる。ドレスデンの芸術学院で講師を務め、プロイセンとロシア帝国の芸術学院の会員であった。双子の弟のカール・フォン・キューゲルゲンも画家である。現在のラインラントプハァルツ州のバッハラ・ハムラインの出身。1789年に学校を卒業後、コブレンツデーを学んだ。ボンに移り、 マクシミリアン・フランツ・フォン・エスター・ライヒ選帝公やフェルディナント・アウグスト・フォン・シュピーゲル・バルト・シュタイン伯を描いた。選帝公の出資で1791年に弟のカールと共にローマに留学し、その後ミュンヘン・リガを旅した。1800年にヘレーネ・マリー・ツオゲ・ホン・マント・イッフェルと結婚、ビルヘルム・ゲルハルト・アーデル・ハイトの三つ子を設けた。 長男のビルヘルムは1802年にサンクトペテルブルクで生まれ、後に画家になった。キューゲルゲンは、その生涯で、カスパー・ダービト・フリードリヒ、ゲーテ、ヘルダー、アウグスト・フォン・コッチェブー、シラー、ヨハン・ゴット・フリート・ソイメ、ルート・ビヒ・ウーラント、ザハリアス、ベルナー、ビーラント、ヨハン・カール・シモン・モルゲン・シュテルンなどの肖像を描いた。ドレスデンで住まいとしたコッテスは、 初期ロマン主義の芸術家や支持者が集うサロンとなった。1820年、キューゲルゲンは、ロシュビッツのアトリエからドレスデンに向かう途中、山賊に殺害された。遺体は、ドレスデンの古いカトリック墓地に葬られた。小惑星のキューゲルゲンは、彼と息子のビルヘルムにちなみ命名された。ありがとうございます。